海と日本プロジェクト in 徳島。新型コロナウイルスの影響で解禁が延期されていた美波町のアワビ漁が6月17日始まりました。アワビ漁が始まったのは美波町の東行き、西行き、しわぎの3つの漁協です。本来なら6月1日解禁でしたが、今年は新型コロナウイルスの影響で延期していました。解禁日となったこの日、東行き漁協ではおよそ20人の海女が素潜りでアワビを狙いました。初日の水揚げ量は例年に比べてかなり少ないということです。ついに今日ちょっと遅ればせながら口開けになりましたけども、お気持ちはいかがですか？そうですね、コロナの影響で、やっと口開けになったという感じですが、いつもより例年よりかなり量は少ないです。この日水揚げされたアワビはサイズおよそ10センチ、重さはおよそ100グラムから200グラムです。アワビは一つ一つ丁寧に傷などを確認しながら種類で分けて、主に京阪神方面の市場に出荷されます。東行き、雪のアワビって特徴とか味とかどうですか？そうですね、肉厚で、旨味もしっかりしていると思いますし、皆さんに、召し上がっていただきたいなとは思っております。ようやく解禁となった美波町の3つの漁協のアワビ漁は9月11日まで行われます。徳島の県南部が誇る海の恵みアワビ、今年もシーズン到来です。海と日本、今日も見てくださりありがとうございました。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。